10月革命20周年記念のためのカンタータ。作品74は、セルゲイ・プロコフィエフが作曲したカンタータ。1917年の10月革命以降、愛国的カンタータという音楽ジャンルが、ソビエト国内で起こる。アレクサンドル・カスタルスキーに始まり、アレクサンドル・ダビデンコ、アレクサンドル・クレインラの作品がこの系譜に並び、 プロコフィエフも自らの作品への創意を刺激されていく。プロコフィエフは1930年代の初期から本作の構想を温めており、ラジオ局からの移植が契機となって1936年に作曲に着手、翌年の夏に完成させた。マルクスやレーニンの言葉を詩として用いて、ボリシェビキによる革命を賛美する内容である本作は巨大な還元額を要求しており、 ただでさえ、大きなオーケストラに追加する形で、バヤン、特別編成の金管軍、サイレンや大砲を含む打楽器軍が入り、さらにメガホンを手にした語り手を加えた結果、演奏者は総勢500名近くに上る。こうした壮大な構想を実現した本作であったが、ショスタコービチの ムゼンスク軍のマクベス夫人に対するプラウダ批判が1936年であったことに代表されるように芸術家に対する当局の監視の目は厳しさを増していた。プロコフィエフも本作の演奏を見送らざるを得なくなり、ついに作曲者の生前には出版も演奏もされないままとなってしまった。初演が実現したのは作曲から30年が経過した1966年5月の ことで、プロコフィエフがこの世を去って、すでに13年が経過していた。この頃には他界していたスターリンへの評価は、批判的なものへと風向きを変えており、今度は、スターリンの演説を用いた楽章を使用することが、できず、初演を任されたキリル・コンドラシンは、第2曲を繰り返すことで、どうにか演奏の定裁を整えることになった。音楽学者のリチャード・タラスキンは、 曲が抱える思想の危険性ゆえに本作を西側諸国では演奏禁止にすべきと考えている。一方、音楽評論家のエドワード・グリーンフィールドは次第に興奮の度を高めながらこの作品を6回聴いた私はこの作品がソビエトロシアでかつて生まれた最も活気ある合唱作品であると考えられるようになったと述べており作曲家のクリストファー・パーマーも テクストや作品が生まれた背景ではなく、楽曲自身に注目して鑑賞すべきであると説いている。約40分。フルート4、オーボエ4、クラリネット4、ファゴット4、ホルン8、トランペット4、トロンボーン4、チューバニ、ティンパニ、打楽器、バヤン、軍楽バンド、警報ベル、大砲、サイレン、8部合唱、メガホンを持った語り手、マキシム機関10、ハープ、 鍵盤楽器、弦語部、以下の全10曲から構成される。前奏曲哲学者たち感想曲団結した、後進感想曲、革命勝利制約公共局憲法規学による不協和な響きの前奏曲で開始する。哲学者たちは合唱曲である。第六曲が全体の中心であり、アレクサンドル・ネフスキーの表情の戦いにも通じる。 この曲では、還元楽と合唱が一体となって演じる無秩序は、英雄的な革命の描写からは遠く、サイレンの響きによって、収束へ向かう。勝利では、合唱により、レーニンが熱っぽく語りかけ、制約では、レーニン病に立つスターリンが、党の理想への忠誠を約束して、皆が指導に従うことを誓う。公共曲は、スケルツォのような活気ある、還元楽曲であり、 終局の憲法は革命で見せたような不協和音と大行差を再びあらわにする。ありがとうございます。